はい、こんにちは。ちょっとした定理を発見して嬉しいという話なんですけども、1を n 個並べて、5を n-1 個並べて、最後に6をくっつけると、その数は必ず平方数であると。実際、ちょっとご覧になってみてくださいと。例えば、1、2、3、4、5。1、2、3、4、5だと、こんな感じの平方数。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よいしょ。ほら、4かける巨大な素数の2乗の出来上がりって必ず、4の相方が素数とは限りませんけども。というようになってるんですけども、まあ、規則的に数を並べてそれが平方数になる。ありますよね。1、2、3、4、3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、6、5、4、3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、8、7、6、5、4、3、2、1。まあ、それってデフィニット数、1の平方になってる、回分数とも言いますけど。と、あとまあ、もっと単純に、1の後に0を偶数個並べれば、必ず平方数と。というぐらい同じレベルの単純な話かもしれません。で、まあ、一応、自分で発見したから嬉しいと思ってるんですけども、まあ、世の中は広いんで、まあ、とっくにこんなこと知ってるよという人はいるかもしれません。私、中学の時に、三平方の定理習って、ピタゴラス数、三つとも整数になるのをピタゴラス数って言うんだよ、つって、この二つがまあ中学の時よく出てきて、なんか差が1じゃんと。じゃあ A2 乗足す B2 乗で、差が1だったらどうなのかな、つって。そうするとこれ B2 乗が消えるんで、A2 乗イコール 2B プラス1だと。これって奇数表す式だから、A に任意の奇数を入れれば、必ずそれに対応する整数 B が存在して、で、それより1、差が1だから、互いにそうな C が見つかると。じゃあ、ピタゴラス数、無限に見つかるじゃんっていうのを発見して、喜んでたんですけど、まあ、こんなことは、世界中では、もう数えきれないぐらいの人が、とっくの昔から知っていたことと、同じような話かもしれません。まあ、仮に世界初だったとしても、多分人類の進歩には1ミリも貢献しない定理ですと。で、なんでこれが成り立つのかっていう経緯は、この間紹介したこの方程式、まあこれ1がこの間の問題では8個ずつでしたけど、別に何個でもよくて n 個でよくて、要するに1が n 個、2が n 個並べた数っていうのは差が1の掛け算に分解できますよというのは、これ1と並んだ数を a とでもすると、この数っていうのは下 n 桁が 2a で、上は10の n 乗 a ですよね、の足し算と。で、これはまあ10、 a でくくって10の n 乗プラス2なんですけども、10の n 乗っていうのは引く1すれば、9が n 個並んだ数っていうのはそれは a の9倍ですねということで、10の n 乗っていうのは 9a プラス1と表せるんで、これが a カッコ 9a プラス1たす2です。3で、3が前に出て 3a カッコ 3a たす1っていうふうに、差が1の掛け算に分解できるよということで、この方程式は x、マイナスの方がちっちゃいから、じゃあ3が並んで、で、大きい方は最後に4と。いうふうに整数で因数分解できますと。へえと思って、じゃあそこでと、同じような話で 1n 個に 5n 個並べたらと、 5n 個、別に最後6じゃなく 5n 個並べたら、これは同じような話で、この数っていうのは10の n 乗 a 足す 5aで、同様に A カッコ10の N 乗は 9A たす1なんで、9A たす1たす5で、A カッコ 9A プラス6なんで、やっぱり3が出て 3A カッコ 3A たす2で、今度は差が2の方程式作るじゃん。ってことは、要するに x2 乗プラス 2x マイナス
3a 括弧 3a たす2ですから、x このここがですから111111555555ですよね。なんでこれは当然 x、プラスの方がでかいんですか、 x マイナス 3a っていうふうに因数分解できると。なんでまあこれはこのここの係数が111555555っていう数だったら、333最後5と x マイナス33333というふうに因数分解できると。で整数解を持つ二次方程式平方完成したら、要するにこれ平方完成したら x プラス1の2乗マイナス1マイナス 3a 括弧 3a 足す2と、これが整数解を持つってことはこの平方完成した時のこの部分っていうのは必ず平方数になってるんですよね。なんでこれを x プラス1の2乗マイナスで括った1たす 3a 括弧 3a たす2っていう数字は必ず平方数だからこそ整数解を持つと。でこの a イコール1を n 個並べた数のこの 3a 括弧 3a たす2たす1っていうのはこれ足す1ですよということで、この数は必ず平方数になっているというお話でしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。岡山で本第1弾、第2弾、第3弾、すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた PC 三太郎さんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。